じゃあ中間いくぞ。せっかくだからね、ボス戦金フラワーだったらどうなるのかをちょっと試してみますか。そのためにね、ボスまで金フラワーをうまく残せなきゃ。また強制スクロールかよ。強制スクロール嫌い。やっぱマリオはね、もっと自由であるべきだ。ゴロちゃんも言ってたでしょ、マリオをするときはもっと自由であるべきだ。絶対どっかの奥にスターコインあるよな。買ったんでよかった。当たる。言っても大丈夫？大丈夫？大丈夫。たら更新されそうで怖いんだけど。あ、そういうこと。いらないよ。これは怖い。と思ったら割と余裕だった。こっちない。あれ、今気づいたんだけど1個目すら逃してんじゃん。あれれー、全然。まあいいや、先にこれちょっと、せっかくだからね、金で、ってブイブイだよね、これ。強すぎる。こんなんチートや。3個目どころか1個目すら取れてないって言った。しゃあない。ということはやっぱこの序盤のどっちかの端っこぐらいに隠れてそうだね。そうだね、この辺、この辺とかにありそうね、端っこに。割と1個目すぐだったと思ったんだけどね。あ、死んじゃう。しょうがないね。10年前に撮ったはずなんだけど。覚えてるわけねえよ。さあ次、ちなみにこいつらはフラワーを確認したかったんです。こっちか、こっちか、あれあれあれ、あんだろ、出せよ。いや、辛抱めないですね。こっちか、こっちか、ほら。え、もう2個目っしょ。え、なんだと。ここ
ここの左下入れるっぽいな。いや初見で気づくのは辛いよね。結構うざい。普通に流して進んじゃうわ。くたばれこの骨どもが。さあとりあえず中間までは、中間で死んだら中間が保存されるっぽい。ああ戻しめんどくせえ強制スクロールはね、戻しがめんどくさいよね。ほんとブイブイってこれで倒せるのかな。金は楽勝だったけど、はい、これ中間。ほほさあここから先3個目を探せ。端っこない。これ入れたんですか。入れない。待たせんの。そこまで難しくないんだ。さあここが実は左とかに行けるない。これの左右のどっちかはあり得ると思う。意外に耐えるな。ないな。どこだろう。もう左ぐらいしかないんだ。ここが入れるかな。あ、入れるわ普通に。お、じゃああとはクリアするだけやな。まあ一つだけ土管の色が違うからね。やっぱ初見だったらスルーしてしまう可能性が高そうな。おらい行き過ぎ。一応ボス普通のフラワーでも倒せるかちょっと試したいんだよ。あったよね。まあ別に下叩きゃいいだけなんだけど。あ、結構高い耐久力。あの足場壊れ出すの遅すぎひんあのスーパーマリオワールド見習え余裕で一周しちゃってるじゃねえかよマリオワールドの時は頑張っても2匹ぐらいしか倒せないんだよね。さあ中間を超えた。
おっと、また大砲がある。ファンタグレープのステージかな。レッツゴー。あ、花ちゃんだ。花ちゃんはヒップドロップで倒せない。倒せる。金は直せる。乗るとちょっと沈む。あげじあげじあげじギボジー。当然これは倒せる。一応持っていこうと。なんか今戻る道だったな。お、これは花ちゃん大ジャンプか。一つ目ゲットだ。あー、おいしい。虎からお金が降ってくる。五右衛門さんお願いします。頑張れ五右衛門。よみがえるよ。よみがえりません。中間。うおー、びっくりした。ファンタグレープが襲ってくる。ファンタグレープが俺を襲う。うわっ、びっくりした。さらにもう一個アップして死ぬかと思いました。コナミか。下ルートっぽいね。ほら、あ、やべ、あ、やべ、これいるやつ。いらんわ。上はない。なんか怪しかったね。しょうがないね。これはノコノコぶち込めだね、明らかに。いくよ、いけ。したことない。あれ、スタートになかったな。ある、この先ないな。なんの意味もないよね。これは見つけー。ふぅ、やってくれるぞ。すごい、怖かったです。あ、終えると言っていいの。下見と解像度の問題。何し解像度の問題よ。まあ、コンプコンプ。いや、さあここに打ち込んでゴール。壊れてんじゃん。おっと、乗りっぱなしはダメ、絶対。これは頂上取るギミックかな。よし、一回待ってみると。焦るんじゃない、俺は土管に入りたいだけなんだよ。隠しゴール。タラナナナナ。This way. This way. This is. This way. ちょっと何言ってるかわかんない。ああ、これは下ルート。あれ、上ルート。あれ。これ下手すりゃもう一個隠しルートあんの。Let's go.確信にもね、大きく分けて2種類あるんだよね。発見するのが難しいタイプと、発見は楽なんだけどアクションが難しいタイプと。これ戻れなんだよ、ちょっと戻るか。2つ隠しゴールがあってもおかしくないよ、この配置。沈む前にね、一回上がるのが怖い。やらかした。実はなんかあるか、これ。
今回はね、ちゃんと追いましょう。うさぎおいし、ああ、ダメですね、はい。あ、下ルート行ってみるか、今回は。こっち、どうだ、ちょっと上に上がるのが怖い、ね、本当。まあ普通にウェルト、こうやってね、どこ行きゃいいか分かってるけど行くのが難しいパティーも結構。くっそ、いいや、踏んで大ジャンプしようと思ったらそのまま飛び越えちゃったっていう。下？真正面だよね、普通に考えて。お化け屋敷から戻ってくるのかな。まあわからないんで先にお化け屋敷行ってみようね。わからない、10年前は初見。3のお化け屋敷、くっそ、イラッと思う。大体お化け屋敷は一つは裏ゴールあるからね、ない方が珍しいよね、お化け屋敷の裏ゴール。ここも実質強制スクロールみたいなもんだな、今。お、1個目は1がちょっといやらしかったね、ちょっといやらしすぎるよ。はーい、じゃあ下から。あなたのドアは上から、それとも下から。やろ、ぶっくるぞ。私は上、これ絶対落ちるやつやな、多分。急降下どっかでするんじゃないですか。と、お、30枚おいしい、気に入らない。なんかのマリオでさ、ここの横に入れたなと、Wii だっけ、邪魔だったら上にも。ちょっと一回飛ぼうかな。どうだ。なんでけんだよ、こいつ。ないね。はい。なかったよな、ね、ニューマリ一番の不安は上下の解像度。はじめっからやないかい。まあ覚えてるからささっと、まあ、裏ゴールのことも考えるとね。でスクロールなんでね、ここ無視できるから一回クリアしとくべきだったな。で呼んできて、
いっすね。あ、もう興味ないんで戻しはすぐだ。ということで、もう一回一番左。ぶっちゃけこれどうでもいいっす。さあどこに戻されるか、それが知りたいだけ。そこってことはここ入れないかな。ここも入れない。一番右。絶対はず。よし、真ん中か。正解は。これもうね、魔界村当時からよくあるこの仕掛けを。ちょっと待って、あとお前頭出なかったのか。あー、そこ隠しっぽくない？これ明らかに。ここうん、隠しっぽいね。もういいよ、頂上取らなくて下。え？ちゃうの？じゃあ、今回は取るもんは取ったんで、ちゃっちゃといきますか。こうね、謎解き無視すりゃ超短いな。まあ、お化け屋敷って基本そうだよね。重要なのは謎解き。お化け屋敷はじゃあ普通に今度上まで行ってみましょう。一番上。さっきのとこもね、右行ってから上もあるからね。さあどうなるの。さらに上とかはない。右行ってから上がもう一個残ってんだよね。普通に下だな。大砲には繋がってない、うん、ってことはやっぱ一個前か。まあ、自分のクリアしたデータ見たらね、大砲に行くルートわかると思うけど、まあそれは最終手段ということで、まあ最終手段は攻略見るだけどね。
さあ、さーっと行こう。このゲームが出た当時ぐらいは言うほど攻略とかなかったんだよ。ちょっと待って、これさ、ちょ、ここの裏ゴール、尻尾を壊せんといけんやんっていうのあるよね。あ、消えるのか、お前消えるのか、こんだけか。終わり、閉廷。